皆さん、こんにちは。マーベリックチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、今日はですね、あのー、ちょっと、群馬県の方にね、用事がありまして、まあ、仕事でなんですけども、ちょっと来ました。そのついでにですね、いつも僕が、あのー、買っている下煮タネギ、えー、毎年ね、この時期になると、下煮タネギ、えー 売られれているんですけれども実はね、僕、あのー、下仁田ネギは、20年ぐらい前に、こちらのですね、農家さんと知り合いになりまして、それ以来ですね、いつも毎年、この畑でね、直接、えー、抜いた、自分で抜いて、持ってきな、みたいな、そんな感じで、えー、いただいておりますあ。いただくって言ってもね、あの、ちゃんとお金を払ってね、えー、購入させていただいております。 えー、その農家さんとの、ね、知り合いになったきっかけというのはあのその20年ぐらい前にですねこの近くに道の駅がございまして下仁田の、ね、道の駅がございましてそこで休憩していたら、えー、その農家さんがやってきて、えー、ネギを、ね、納品してたんですねで帰ろうとしたんですけどもその農家さんが乗ってきた、えー、軽トラックの えー、っとその方はパンクしていたことに気づかずにですねそのまま走り出そうとしたんでこのまま走ったら危ないよということでちょっと声かけたんですねパンクしてるよということでね。 そしたら、その方はね、お母さんで、どうしていいか分からないということで、交換しようにも自分はできないということなんで、じゃあしょうがない、交換してあげますよということで、僕が交換してあげたんですね。それ以来のね、お付き合いです。えまあ,あ、それが縁でね、ご縁で。 え毎年ねこの畑に招いていただいてえ好きなだけ取ってえ持ってきなさいということでちゃんとお金は払いますけどもね頂い,いております非常にね大きなねネギを選んでね頂い,いておりますえしかもねこ,うこ,うこの辺が甘いからこの辺いいよとかねいろいろ教えていただいてね えー、非常によくしていただいております、えー、その方はね毎年何かこの大規模にこのネギをね生産しているということでテレビなどでもねご紹介されている有名な農家さんでした、えー、非常にねあのー、良い出会いでしたね、えー、本当にこの僕はこの毎年冬の時期ねこの下仁田ネギを鍋に入れてね食べるというのが非常にね、えー、もう大好きで いつもねこの下煮タネぎ早くできないかなということで心待ちにしております、えー、ある意味ねこの下煮タネギが鍋の主役と言ってもいいぐらいですね美味しいですね甘みが強くてとろみがあってね本当にこう味わい深いねネギですね、はいえー、皆さんもねもしよろしかったら えー、この時期ねあのスーパーなどで売られていると思いますのでね是非ともちょっとお高いですけどもね、えー、この時期の味覚ということでね是非とも味わってみてください、えー、僕はね、あのー、一冬、えー、食べる分ね、えー、売っていただいてそれで実はですねあの根っこがついたままね、えー、畑であの さ引き抜いて根っこがついた状態でいただいていきますでそれをですね家に持ち帰ってプランターに植えるんですねで根っこがついてますからそのまま生きてますので、えー、一冬ね持ちますねおいしくいただけます、えー、そのままね、あのー、そうやってね毎年、えー、一冬食べてます、えー、持って帰る時はね、あのー、ちょっと土がねついてるんで えー、大きな袋に入れてね持って帰りますけどもねそれでもねあの、結構車の中ねネギの匂いが香りがねものすごい状態になりますね、えー、非常にこう抜いたばかりのネギですからねやっぱりこう、ネギの香りというのは強いですよね、えー、ただね普通の他のネギと違って、えー、下仁田ネギはねやっぱりこう優しいですよね匂いも味もね、えー、非常にこう、甘みがあるといいますかね 独特のこう本当にこうまろやかなね味がするというねそういう美味しいネギです、えー、皆さんもねもしよろしかったら食べてみてください、えー、僕もねこれから食べるのが楽しみですね、えー、今日も買って帰りたいと思いますそれではね、えー、今日は下ネギの畑ご紹介しました えー、ご視聴いただきましてね、本当にありがとうございました。皆さん、えー、これでは失礼いたします。ありがとうございました。失礼します。